どうもこんにちは、ベルフリです。今日はアップルから出ている、皆さんご存知かと思うんですが、エアタグですね。探し物、探すときにiPhone で位置情報とか、あとは音でね、知らせてくれるという便利なアイテムなんですけれども、今回ね、こちらの、エアタグ、これね、無音化する、まあ、無音といってもまるっきり無音じゃないんですけど、わずかにね、音は聞こえるんですが、ほぼね、音が聞こえなくなるケースを作りましたので、動画でご紹介させていただきます。まあ、以前かなり前にね、車のセキュリティ絡みでやったんですけれども、まあ、最終的にね、改良を加えたものを作ったので、今回ね、ヤフオクの方で販売していこうと思いますので、最後までご覧いただければなと思います。以前ご紹介したものはこちらですね。この中にエアタグを入れて、まあ、ボルトで締めるという形です。大きさで言うと、これ直径が約52ミリ。そして厚さの方が25か26ミリぐらいあったと思うんですけども、サイズ的にはそんな感じです。というわけでね、このエアタグの、なんて言うんでしょう、手頃さというかね、コンパクトを変えてしまう、そういう仕様なんですけれども、音を抑えるためにね、まあ、そういう大きさに、なってしまいました。ちょっとね、音を鳴らしてみましょう。こちらのエアタグの方、音を鳴らしてみますね。実際鳴らすと、こんな感じですね。鳴らします。あ、こんな感じで、はっきり聞こえますね。で、改良型、まあ、今回出品を予定しているやつ、まあ、ちょっとね、見た目はそんな変わらないんですけども、一部ちょっと改良を加えているこちら、この中にね、エアタグが入ってます。ではね、鳴らしてみますね。鳴らします。サウンドを再生を今ね、ポチッと。これ今鳴ってるんですけど、まあ、これぐらいの、そうですね、状況ですと全く聞こえてきませんね。今、カメラと、このケースの距離なんですが、まあ、30センチほどですが、全く多分音はね、拾えてないと思います。もう一度鳴らしますね。若干聞こえる程度ですかね。まあ、これぐらい抑えることができます。こちらのケースですね。まあ、どういった目的で作ったかというと、やはり車の盗難対策ですね。1個とは言わず、まあ、3個ぐらい入れておいて、まあ、盗難直後ですね、多分追跡することができ、まあ、なおかつね、音が鳴らないので、隠しておけば車の中で、見つけるまでにはね、そこそこ時間はかかるんじゃないかなと思います。位置情報は分かっても音がないのと、まあ、音が鳴るのとではね、全然、探す時のね、状況が変わってくると思うので、まあ、お守り代わりぐらいに思ってください。やっぱり価格的に安いものですから、その数十万するようなね、本格的なセキュリティにはちょっと及ばないんですけれども、ただね、この、車の中にこれがあるっていうことがね、わからなければ、それなりに対策がね、取れるんじゃないかなと思います。また、窃盗団もね、まあ、ある機器を使って、そう、エアタグがね、入ってるってことは多分わかるとは思うんですけれども、そう、逃げてる最中にね、車止めて探すってことはなかなか手間だと思うんで、まあ、もしね、探すことが、位置をね、ずっと発信してくれれば、車を探すことはね、可能ではないかなと思います。というわけで私も車の中にね、3つ、アルファードの方ですね、そっちの方に3つ入れてます。ちょっとね、なかなか探し出せないとこかなっていうところにね、しまい込んでますね。まあ、一つ、ちょっとね、作った時に気になっていたのは、このエアタグの本来の機能を、まあ、阻害するような、まあ、ケースですね。まあ、例えば、その、対衝撃用のケースとか、あと対防水用のケースっていうのは結構売られてるんですけど、音をね、出さなくするケースっていうのがね、まあ調べたけどあんまりないですね。ただ、2022年なんですけれども、千葉県警の方で、神奈川在住の人が、このエアタグ自体を改造して売っていて捕まったという、そういったね、事例があったので、私もちょっとね、心配になったので、千葉県警の方に電話して聞いてみました。そうすると、まあ、向こうのね、カスタマーサポートじゃないですけど、なんていうんですかね、相談窓口の人ですね、その人が言うには、まあ、特にね、ケースとしてならまあ問題ないかなと、刑法上は問題ないというふうにまあ言われてます。ただ絶対とは言ってないですね。まあ、私も一個人としての意見なんですけれども、みたいな感じでそういうふうに対応していただいたんですけど、あとはまあ民法上ですね、そういったものを作って、アップル社の方でどういうかということなんで、まあ、一応刑法上は問題ないんですけど、民法上のことで、わからないところはちょっとアップルの方に聞いてくれというふうに言われました。その後、アップルの方に電話したんですけれども、まあ、時間の方ですね、そうですね、15分から20分ぐらい、まあ、通話してたかなと思うんですけど、簡単に言うと、とりあえずは問題ないという
ということで回答いただきましたね。まあ私の方もヤフオクの方で販売するので何か問題があるようでしたら、あのコメント欄というか質問欄の方に書いていただければ対応しますので、ということで一応話はつきました。要はそのね、音が出なくなるようなケースを販売して問題なんじゃないかっていうところでちょっと心配があったんですけれども、一応千葉県警の方と日本のアップルの方で問い合わせて、まあ問題ないという、話をね、聞けたので、今回ねヤフオクの方でね出品をすることにしました。今回この 3D プリンターで作ったこの音をね遮断するものなんですけど、本当ケースです。ただ単にね音をね遮断するというケース、あとは、まあ、対衝撃にもね役立つかなと思いますね。もしかしたらこれ車で踏んづけてもね大丈夫じゃないかなっていう、まあそういった作りなんですけれども、まあ、一切ね電子機器等はね使ってません。プラスチックとこの止めてるところがねステンレスのボルトを使用してます。あと中にちょっとねゴムみたいなものが入ってるんですけれども、それだけですね。あともちろんエアタグの方にはね全くその手を加える必要がないので、まあ、本当ねこういった使い方の必要がなければ中から取り出して通常の使い方がねできるってことで、まあ、手軽かなと思います。一番の使用目的はやはり車の盗難対策として作りました。数十万もするようなね本格的なセキュリティに比べれば全然お守り程度みたいなものなんですけれども、まあ、ただね本当手軽にどこでもね隠して入れることができて、かつね複数個も、使用すると、まあ、探すまでにねと逃げてる間に、まあ、走ってる時にねこれを探すのは無理なんじゃないかなと思うんで、そう盗まれた直後であれば一番効果発揮するんじゃないかなと思います。ただね盗まれてから時間が経ってしまうとね、それなりに対策、要は探されて取り除かれてしまうかもしれないんですけれども、よくね防犯カメラのシーンなんかであるんですが、本当ね持ち主の目の前で盗んでいくっていうシーンがあるんですけど、まあ、そういう時にはね間違いなく役に立つと思います。見失ったと言ってもね iPhone のそうですねユーザーはいっぱいいますから、そこからね位置情報多分拾えるんじゃないかなと思いますね。あとはそうですねお子さんとか、まあ、ご自身の、ね、カバンの中にちょっと入れといて、音が鳴るとちょっと困るなって時にね、こちらの方に入れといてもらえれば、そう音をねほぼ遮断することができます。商品の方なんですけど、こんな感じでチャック付きビニール袋に入れて発送する形になるんですが、商品がね到着しましたらこのボルトをね開けてというかね緩めてもらって中の、ものをね出していただいて、まあ、そちらの方ね非常に取り付けは簡単です。2つ入ってるんですけれども、まあ、その2つのものでねエアタグをねサンドイッチしてください。そうですね、サンドイッチ、まあ、物を見ればね多分わかると思います。今ちょっとね画像の方はねお見せしない方がいいかなっていうこと、企業秘密ってほどじゃないんですけれども、開けてみればもうわかります。これ自身をサンドイッチしてはめる穴がちゃんとありますんで、そこに合わせてもらって、あと、ステンレスのボルトですね、こちらをね再度締め直せばそれで終わりです。ただちょっと締めるときなんですけど、ステンのボルトに対して相手がプラスチックなのでギュウギュウ締めるっていうのはね注意してください。本当根元の部分だけ押さえてキュッと締めればいいだけです。あとは締めるときのちょっと注意点なんですけれども、まあ、平行にするためにここね押しながらですね、ちょっと浮く可能性があるので押しながら平たい状態、平たいというかね各4箇所のボルトをね平行な状態にして押しながら、まあ、締めていくって感じですね。タイヤのなんていうんでしょう、ホイールのナットをね締めるような感覚で、まあ、対角線上に締めていけばまあ問題ないかなと思います。取り付けというかね組み立ては本当非常に手軽なので、まあ、難しくはないと思います。というわけで今回はエアタグの無音化ケースですね、動画の方でご紹介させていただきました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエスト、ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。